この日 CJ モンモ10月号の特集記事を決める編集会議が開かれていた。担当者のプレゼンに耳を傾けているのが編集長の加藤恵理子さんだ。創刊号から編集長を務める加藤さんは優しい口調ながら的確な指摘で紙面構成を決めていく。編集会議のメンバーは5人全員が女性。いつも笑い声が絶えない。基本楽しい情報を届けなくちゃいけないので、作ってる人たちが楽しくない顔して作ってるものは多分楽しくないものにしかならないと思うんですよね。名言ですね。10月号の特集記事を担当するのは梅宮真澄さんだ。提案したのは日帰りで楽しむ紅葉絶景の旅。県内各地の紅葉スポットを巡る旅に写真撮影のポイントやコツをプラスするという企画だ。まだまだリサーチ足りないところはあるんですけど、なんとなく形にはなってきてるかなと思うので、楽しくやりたいと思います。創刊からもうすぐ2年となる CJ モンモはタイムリーな特集記事と美しいグラビアが特徴だ。プラスアルファの情報もあって、紹介された場所に行ってみたいと思わせてくれる。福島を代表する情報誌の歴史は38年前に遡る。1985年2月に発刊されたシティ情報福島、当時の価格は200円。創刊号の特集記事は副題キサラギ寮潜入ルポ。これが男子寮の実態だ。見たいような見たくないような、なんか微妙。ちなみに創刊号には福島テレビも広告を出していた。サタフクの前身となるサタデー福島の名物コーナーは、これは解読、電話でいいとも。どこかで聞いたことがあるような。創刊当時からの人気コーナーがファッションストリートだ。福島駅前通りでファッション自慢をするというもので、当時はこのコーナーに出たいがために駅前に出かける若者もいたらしい。 CJ に〇〇先輩が出てたよ。見た見た、やっぱかっこいいよね。発売翌日にはよくそんな会話が交わされたものだ。とにもかくにも CJ の愛称で親しまれたシティ情報福島、最盛期には発行部数3万5000部を誇り、福島市を中心に県北地方のグルメや生活情報、それに若者文化の発信の役割を担っていた。東日本大震災と原発事故の際、4月号は休刊を余儀なくされたが、5月号では頑張ろう福島を掲げて復活。当時編集長を務めていた広沢文博さんはこう振り返る。何か福島のためにやらなきゃっていう気持ちがやっぱり前面出てたので、キャッチフレーズとしてはもう頑張ろう福島と。 CJ は福島とともに歩んできたのである。しかしインターネットの普及などに伴う出版不況がタウン誌を直撃。さらに新型コロナが追い打ちをかけた。飲食店情報が紙面の多くを占めるタウン誌にとってステイホームは大きな痛手だった。
シティ情報福島は2021年7月号をもって終了することになった。しかし CJ の愛称が消えることはなかった。2004年から発行されていた女性向け情報誌モンモと統合し、県内全域を対象とした情報誌 CJ モンモに生まれ変わったのだ。この日、加藤恵理子編集長は発売が目前に迫った6月号の最終チェックに追われていた。6月号の特集記事は、みんな大好きラーメン。食欲をそそる写真がふんだんに使われた CJ モンモらしい仕上がりになりそうだ。加藤編集長の隣の席に座る吉田真奈美さん。編集長というと怖いイメージだが、普段加藤編集長はどんな人なのかを聞いてみた。こんな感じでいつ話しかけても笑って受け止めてくれますし、結構何でも自由にさせてもらえるすごいいい人だなっていつもお隣で思ってます。うちの元々の社風がかなり、そのためだからこそこうシティ情報福島とモンモがいうふうに面白い雑誌になっていってるんだと思うので、私はそれを受け継いでるだけです。休止や統合を経ながら毎月3万8000部を発行する CJ モンモ。福島県民に愛される理由は、自分たちが楽しくなければ楽しいものはできないというスタッフの雑誌作りへのこだわりと情熱だった。